三浦玉樹のプロフィール。吉本昭光。3月10日の空襲で東京の一般は焼け野原になってしまった。銀座も半分なくなってしまった。東京の市民は荒涼たる焦土と戦争に対する絶望感から意気粗相してしまった。打ちひしがれた市民を慰め、惨めな生活にほんのわずかな潤いを与えるのは音楽以外にない。音楽の配給をしていた日本芸能者ではまず街頭演奏を計画して、戦災の余韻くすぶる3月14日から新宿駅と上野駅の広場で下谷川圭介、阿波谷のり子、笠置シヅ子さんをはじめ音楽家を動員して街頭演奏をやったところ、予想以上に市民から喜ばれた。そこで次になすべきことは日比谷公会堂で音楽大会を開催することである。その大会に出演を依頼するために富士山麓の山中湖畔の疎開先に三浦玉樹さんを訪問したのは5月22日だった。バスを降りてから一里の道を雨に濡れて三浦さんの家にたどり着いたのは黄昏時の7時ごろ。ガラッと障子戸を開けると土間、上がり端の部屋にはいろりがあって、自在鍵にかけたお鍋の蓋を取って煮物のお椀梅をしていた痩せたおばあさんが、おやといった目つきで訪問客を見た。三浦先生おいでですか？え？僕はまさかこの痩せたおばあさんが三浦玉樹さんだとは考えもつかなかった。戦争のために栄養物がなくなり、日本人はみんな痩せた。太っているのは軍艦と結託して闇物資を漁っている闇太りの連中だけだったが、それにしてもあのでっぷり太って色つやがよくて、せいぜい40そこそこにしか見えなかった若々しい三浦玉樹さんが、わずか1年ほど会わないうちにこんなに痩せて、こんなに一度に年をとっておばあさんになろうとは夢にも考えられなかった。いろりの火で濡れた洋服を乾かす間もなく、山中湖の船だの山うどだの富士新酒というねっとりしたバレー酒だの、戦争前でも珍しいごちそうが次から次へと出された。三浦玉樹さんは昔から見栄を飾らない。虚栄などというものは薬にしたくもない。いつでも素っ裸になって育児ありのままで応対する。演奏会とかお弟子さんを楽団に紹介するための公式のリセプションを除き、麹町の自宅を訪問して自分時になると、お茶漬けを一杯召し上がれと言ってはあり合わせのものでご馳走する。見栄も張らなければ虚飾もない。ただ真心で温かくもてなしてくださった。その夜、いろりを囲みながらの文字通りの炉端歓談は、この春88歳で他界されたお母さんのことから始まる。今年の寒中は近年まれな寒さで、山中の夜中の温度は零下26度にもなった。その寒夜に夜中に3度も起きて湯たんぽを取り替えてあげたこと、湯たんぽのお湯が煮立つ間にシューベルトの名作美しき水車小屋の乙女の訳詞をして
それを暗記したこと、そしてお母さんの病気からお葬式までの思い出を綴った我が母という手記を朗読して聞かせた。人一倍高校だった三浦さんの心情が吐露した情にあふれた文章を、あの若々しく美しい声で朗読したのは非常に印象的だった。プッチーニに招かれてトレコ藩の山荘に一夜を過ごした思い出話、ジリーのピアニッシモの美しさにうっとりとして、あのお蝶夫人第一幕の幕切れの愛の二重唱の歌い出しを忘れた失敗談も出た。ジリーの話が出たついでに、ジリーが銃殺されたそうで本当に惜しいことをしたと言って涙を流した。後で判明したが、ジリーが銃殺されたというのはデマだった。11時過ぎまで話をして、その晩僕は近所の平野屋という宿屋に泊まったが、帰りしなに三浦さんは、明日の朝起き抜けにいらっしゃってちょうだい、熱いおみおつけを作ってお待ちしていますからと言われた。翌朝起き抜けに三浦さんの家を訪ねると、いきなり、これを召し上がってちょうだいと大きなお盆におまんじゅうを山盛り出されたので、面食らってしまった。急に思いついて、今朝2時までかかって私一人で作ったのよ。お砂糖が足りなくって甘くないかもしれないけど、中にあんこが入っているのよ。富士山麓は米ができず、玉ねぎを主食にしている。このおまんじゅうも玉ねぎの粉で作ったものだ。この日はお母さんの35日だったので、一緒にお墓参りをして僕は東京へ帰った。音楽大会へ出演の打ち合わせを済ませ、そしてこれを京極さん高俊子爵に届けてくださいと言って、今朝ほどのおまんじゅうをお土産にいただいて、二度目に山中湖に三浦さんを訪ねたのは忘れもしない7月10日だった。3日後に迫った音楽大会に三浦さんを迎えに行ったのだった。この日は早朝小型機が来襲し、御殿場線の駿河駅に着くまでに3度も汽車から降ろされて退避した。そしてこの前、中央線の大月から吉田へ出てバスを待つのに湖畔日もかかったので、今度は明神峠三里をハイキングのつもりで歩いたところ、山の中で頭の真上を B-29 が飛んで不気味な思いをした。今度も三浦さんの家に着いたのが7時ごろだったが、近所に疎開しているお弟子さんの菅美佐夫さんが遊びに来ていた。三浦さんは、明日はお弁当を持ってボートに乗ってピクニックをしましょうと、その夜の炉端歓談はピクニックの話で持ちきりだった。三浦玉木さんは非常に天真爛漫だった。こんなピクニックの話になると、国民学校の子供が明日の遠足を楽しみにして前夜寝られないほどはしゃぐように、まるで少女のように夢中になってしまう。こんなに自分自身も少女のような無邪気さがあったとともに、また自分に子供がなかった寂しさのせいか、非常に子供好きであった。戦争が済んだら幼稚園を開いて、子供と一緒に遊びたいと言っていたし、山中湖の疎開先には村に一軒しかない平野屋に、成城学園の児童が集団疎開をしていたが、よくそこへ行って歌って聞かせたり、おやつを作って児童を家に呼んできて歌を教えて
一緒に遊んだりした。翌日は雨で、楽しみにしていたピクニックができず、三浦さんはがっかりしたが、それでも菅美沙夫さんがお稽古に来たので、シューベルトの冬の旅を教えたり、自分でも歌ったり、一日音楽と共に暮らした。7月12日、雨は止んだが風が激しく荒れ気味の天候をついて、三浦さんは湖畔の道を一里、バスの出る朝日が丘まで急ぎ足で歩いた。ここに疎開したては太ってもいたし、東京では歩いたこともないし、歩くのが非常に苦痛でしたが、お母さんの看病して痩せちまってから歩くのが楽になり、今では二里や三里歩くのは平気ですよ。三浦さんはそんなに元気だった。そして1年半ぶりで東京へ行くんだからといって、新調した真っ赤なもんぺを着てぐんぐん歩いた。マネージャーの井上元吉君が、先生、そのもんぺはチンドネ屋のようでおかしいからおよしなさいと言うのを、赤くてとても綺麗じゃない、私気に入ったわ、井上くんの注意に大不服だった。三浦さんは服装については案外構わなかった。赤い色が好きだったと見えて、赤い原色の色調が多かった。いわゆる江戸趣味の渋さとか粋とかいったものとはおよそ縁が遠かった。三浦さんは夜になってから東京に着いた。麹町の家は5月25日の空襲で焼け、帝国ホテルに泊まるのは空襲が恐ろしい。それで多摩川のそば、小山台の僕の家に泊まることになったが、その夜中にサイレンがけたたましくなり、家の真上を B-29 が飛ぶ。昇空灯が光り、降車砲を鳴り響き、爆弾の音がする。やがて鶴見の方の空が真っ赤になる。三浦さんは初めて体験する空襲に怖い怖いの連発から、大丈夫大丈夫と心配の指導し、僕は三浦さんを東京に連れてきた責任上、万一のことがあってはと肝を冷やしたが、幸いに何事も。